ーブのある暮らし、マリコです。今日は皆さんに発表があります。この度ベースにてあなたのためだけに作るブレンドハーブティーをオンラインで始めました。内容はマンツーマンで私とこうオンラインで話しながら、ちょっと体の状態だとか悩みとかですねを聞きながら、私が目の前でブレンドをしてお客様好みのブレンドに仕上げます。ハーブティーって作って売るのもすごく便利でいいんですけど、私はやっぱりこうその一人一人のですね好みとかやっぱり状態とか、そのちゃんとこうお話をすることに意味があると思ってるので、本当ハーブティー一つ一つ皆さん人それぞれっていうように、ハーブティーって同じものは絶対ないんですね。で作れないんです。やっぱり少しずつ風味も違うし、なのでそういうふうに一人一人のために作るブレンドハーブティーにすごく意味があると思ってます。なぜこのオンラインでハーブティー作りを始めたかというと、やっぱりこのご時世ですし、場所も鹿児島ですし、こうもっとね全国の人たちとこうつながれたらなと思って始めました。現在ショップにあるハーブの数がですね、ドライハーブが110種類置いてます。でその中から1回作るごとに、5、6種類は入れたいな、まれに7種類とか8種類になったりしますけど、うまくブレンドして飲みやすいように作れますので、ぜひマリコ下道場のオンラインショップへのお越しをお待ちしております。ベースのアプリを落としていただいて、でそこに入るんですね。マリコ下道場のを検索していただいて、開くとこういう感じで出ますので、そこのあなたのためにハーブをブレンドしてお茶にしますを押していただくと、こういう感じで出てきます。でそこにですね、購入手続きってあるんですけど、これを購入していただいて、で支払いも終わった後に、うちからですね予約専用のメールが届きます。でそこで日時を予約していただいて完了となります。はい、予約がですね3日前までの15時までとなってますので、お間違いのないようによろしくお願いします。予約完了して、でそれから、その日になったら入ってきていただいて、私とこうオンラインで話してブレンドティーを作っていく感じになります。これから実際にデモンストレーションを行いたいと思います。こんにちは。まず私がお聞きしたいのは、アレルギーとかお持ちじゃないかっていうのをまず先に確認しておきたいですね。アレルギーとか疾患とかお持ちでしたら、それをまず、コーンフラワーとか目の疲れはちょっとキッカチャってあるんですけど、これはね漢方とかでもよく使われる生薬ですね。開くとお花の形になるキッカっていう、好き嫌いの味を聞きたいですね。レモン味が好きとか、なんかミントよりかはレモンとか好きです。レモン系、はい、どうですか？下手な人や。どうですか？下手な人。これはね、味的にはだからマートルとバーベナが入ることによって、すっごい多分レモン感出てきますけど、そんな感じはどうですか？はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、で、リーフ
歯とかだけだとですね、歯とか鼻だけだとすごくボリュームがあるように見えるんですけど、そこにね、眉毛とか、ね、根っことか根毛とかですね入れていくとちょっとこう重さが あるので、ちょっと少ないように見えますけど、その分抽出が濃くなってくるので何線かいけます。根とか実とかはこういう感じでできました。はい、こんな感じで、じゃあこのまんまお届けしたいと思います。